オハラ原ハ藩は、アメリカ海軍のフリゲート、ガーシア級フリゲートの10番艦。艦名は名誉勲章受賞者である、従軍牧師のジョセフティ・オハラ藩ハ少佐にちなむ。オハラ藩ハは1964年2月19日に、ミシガン州、ベイシティのデフォーシップビルディングで寄港し、1965年10月20日に、シスター・ローズマリー・オハラ藩ハによって、命名、浸水した。シスターは、 アメリカ海軍官邸に洗礼を施した初の二層となった。1968年7月13日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍造船所で艦長ロバート・エル・ブラウン大佐の指揮下収益した。ボストンでの成長後の1968年8月16日、オハラ藩は母校となるカリフォルニア州サンディエゴに向けて出港した。途中バージニア州のオーク。 サウスカロライナ州チャールストン、フロリダ州フォートローダーデールに寄港した。10月1日にサンディエゴを出港し、太平洋北西部での25日間に及ぶ電子機器、兵装システムの試験を行続いて11月4日に成長を始める。1969年2月6日から17日にかけてハワイ諸島で訓練を行った後、小原藩は3月4日に、 ロングビーチ海軍造船所に入居し5月半ばまで成長後の信頼性試験が行われた。その後最初の西太平洋配備に備えてサンディエゴ沖で訓練を行った。1975年6月30日に小原藩はフリーゲートへと艦首変更され FF-1051 の艦番号が与えられた。小原藩は1989年5月31日に 退役しパキスタイ海軍に対与されたが、パキスタンが各開発停止要求を拒絶したことにより1994年に対与は停止された。オハランは1994年8月19日にシンガポールでアメリカ海軍に返還され、同日除籍された。9月9日に海事局へ移管され、ニューヨークのジャック・ピエロット・ジュニア・サンズ社に60万ドル。 以上で売却された。船体はその後香港へ栄光され、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。